アズディさんこんにちはこんにちは今日はどんな T シャツなんですかどんな T シャツはいす,すごい気になったんであなんですかそれなんか太ってるみんな <laughs> どんな T シャツ太った人の T シャツ違うキャラが太ってるって言ってるんですよ <laughs> はいキャラ太ってるじゃないですかどこで買ったんですかそんなのそんな可愛いの なんでちょっと悪ったんだろう。<laughs> お,お女の子受けすると思ったんですか。いや何も何も考えてない。あそうです。大きい大きいの方これでした。あそうですかそうですか。ええなんで大きいの買ったんですか。体が大きいから。<laughs> あそういうことですね。あなんかゆったりゆったりとダボっと着たいとかそういうのじゃなくてですか。あとやっぱお腹が出だいぶ出てるから大きいあそこに大きあ。 それに合わせて買うとどうしても大きくなっちゃうってことですね。そうですね。じゃあ、お腹減らすしかないですね。僕もそうですけど。お腹減らした。はい。多分ん、安さん、お腹見せれないでしょ、この YouTube で。ん <laughs> 見せれない。いや、見せ、汚いし、見せたくないです。ああ、そうですか。汚い僕,見せれます僕きれ、きれいじゃないですけど、見せれますよ。その、なんていうか、これぐらいまで減りましたみたいな。 あえー、そうですね <laughs>、はいまだ。まだ残ってますけどね。はい、ま,まあ、見せる人がね。<laughs> はい。じゃあどうぞ、見せてください。<laughs> いや、今はそういうコーナーじゃないんで、はい。見せるのは、見せるのは、そして話が残ってえ違いますれいこ,これ、枕話ですから、枕ですから。 そしてのの、話を残しているのは、そして、見せるべきなのは、アズディさんの人生談です。アズディさんの人生です。今回はそういう回ですよね。はい。はい、はい。あの、アズディさんちでやってるライブトークじゃないんですから。ライ,ライ,ブ,ライブ配信とは違いますから。はい。私の話をする時間じゃないですから。<laughs> はい。そうですね。はい。 そ <laughs> 今回は高校生時代ということですねはいはい中学生を中学校を卒業してはい高校は受験されたんですよねもちろん高校受験は東海高校と佐野工業高等学校に、はい、泉佐野市大阪区、はい、あではご自宅から通い距離のところを選んで受験したということですねはい はい、創価高校はまあ広島か、なんか四国かたの話ですか。またその話ですか。もう、学会の人に怒られますよ、この。<laughs> この <laughs> <laughs> はい。はい、高校、はい、佐野工業高校。はい、名前変わって佐野工科高校、電気科。はい。はい、これが工業高校ですかはい。 はい。チャミで、チャミで二十分ぐらい。<あ>はい。電気の木は何の木ですかこれ。電気はエレクトロニック、エレクトロ、エレクトロニック、え、あれ。電気、<あ>電気の木。気持ちの木ですかはい。普通のああ、かりました。はい。電気化ですね。<ン>はい。ガチエレクト、電気。<laughs> はい。エレキですね、いわゆるね。エレキ。へ、え、ぇー。 そこではどんなことを学ばれたんですか何はんなんでしょうね、ほんまにね。も期待した通りの答えですよ。もう思い出せないよ。仕事で使って、今の仕事で使ってないからみたいな話でしょ。<laughs> ねえ、ほんと、何も何も学んでないよって感じですけど。じゃ <laughs> あ、じゃあ、じゃあ、すみません、すみません。それはもうちょっと期待した答えだったんでいいんですけど、あのー、 学校のお勉強以外でどんなことを学びましたっていうか、どんなことがありました勉強以外は、なんか調子に乗って茶髪にしたら、はい、高校、初めの頃から黒く染めろって言われましたね。ああ、そうなんですね。はい。あれ髪型とかなんかき規定があったんですか規定があったみたいです。ああ<ー>。うん、髪短く。 あはい、結構養子にうるさかったですね。僕の髪型多分アウトですよね。あアウトだと思う。アウトですね。多分目に髪の毛がかかってますもんね。うん。っていうかこんなに髪長かったらアウトですよね、うん。長い髪も確かアウトだったような気がしますね。コンプレックスの塊だったんで、はい、その頃からなんか 用紙を気にしだして、今は気にしなくなったんですけど、1ャ、は、パ、い、はは発に行ったりでャパツ発の髪型は何だったんですか1ャパ発の髪型髪型はテンパ、テンパなんだけど、テンパも嫌です、ストレートパーマを買ってきて、1日2、3回やったんですけど、はい、ストレートパーマにもならず。あ、そうですか。<laughs> ならず。結構、金色のん買って染めても、 金色にならず。それ、一回抜きましたちゃんと。えー、ちょっとよく分かんないです。抜くとか、その時。<laughs> へえ。ー。なんかよく分かんない。とりあえず、車髪で。で、セそう、髪。高校大学18ぐらい、16ぐらいから髪の毛をなんとかよく見せようと。はい。それで、天板を。 調整しようと頑張ったら上げてきたんです、今え。ええ、ちょ、それは先の話なんでいいです。ちょっと後回しにしましょう。<laughs> 今、高校生の話をしてるんですから。高校生、ちょっとア,アホな高校でしたね。あはいはいはい。結構。えっと。はいはい、<laughs> 中、芸能芸能中か芸能上ぐらいのあ<ー>学力。近かったから。 いいんですけど。はい、じゃあ、アズギーさんは成績優秀だったんですか全然、英語で3点か5点ぐらい取ったことあります、高校時代。あ、本当ですかはい。へえ。僕、ちょっと一桁の点数とか取ったことがないんでね、ちょっとよくわかんないんですけど。<laughs> どうやったらその点数出せるんですかどんなやったら、え、ぼーっとしてたら。<laughs> ぼーっとしてたらあ。ぼーっとしてたらなれるんですね。3点取れます。ぼーっと。ぼーっと。英語書いてたら。えー、落書きしてたりあ。落書きしてたり。はい、でも、その英語かな英語の授業かなんかわからんけど、机にカンニングしたら先生にバレましたね。はい。無論でしですか定額にならなかった。こら。こらっ,って言われて。で、うん、で それれ終わりなん <laughs> <laughs> 中学校やでも何かを自分を変えたかったり何か挑戦したくて、はい、高一か高二ぐらい高一ぐらいかな高一で野球部野球部高一か高二ぐらいで野球部入りましたね、はい、野球あんましなかったけど、はい、はいはい 野球がしたくて。はいはい。いいじゃないですか。え、で、なんか、ポジションとか取れたんですか全然取れないですあ。本当ですか <laughs> それはちょっと悲しいですね。2> 高2か、高1の終わりか、高2高二ぐらいでやってたけど、はい、でも野球、野球好きなので。はい。 でもその頃すげえ痩せててご飯食えなかったんですよ、なかなか。ええー。今90キロですけど、多分50キロぐらいだったんですよ、体重が。ガリガリで。今、今の感じで高校時代戻れたら多分、ホームラン打てたなって思います。<laughs> 本当っすかその体格で。 いやお腹がおな、お腹に揺らされてうまく触れないでしょ。そうか。そうやね。いや、でも、おかわりくんっていうね、今、あいますね、大柄な野球選手、ちらほらいるからね。<laughs> でその人は基礎ができてるわけでしょ高校の頃に、ちゃんと。うん。痩せてた頃に、ちゃんと。そう。う野球やってる子はもう、焼酎ってね。 そうですね、高校から始める人はあんま少ないです。少ないですよね。はい。ええー。まあけど野球できたらなったらいいんですよね、練習だけでもね。うん、でも1年だけ。あ、1年だけですか。次はどうしました高3でバレーボール部。え、高3でバレーボール部 <laughs> はいはい、分かりました。はい。<laughs> 1年、1年、一年もだ、9ヶ月、9ヶ月かな。はい。 いや野球部入ってる時に母親が自己破産して家にえ。え <laughs> あ、ごん宅から通ってたのに自己破産したんですか親、うん、母の<は>。でもその時にはもう離婚してたみたいで <laughs>。あ、離婚してた、はい。<laughs> 何か離婚して <laughs>。いつの間にか離婚したけど一緒に住んでたんですか母、うん。母<は>と。 母が金ないからということで、高校に勝手に行って、うちの子を辞めさせますって言いに行ったという。はいはいはい、で、どうなったんですかこれが高 2, 高2から高3ぐらいの時か。で、先生からなんか、あなたのお母さんが辞めるって言ってきたんだけどみたいな言われた記憶があります。はい で、でどうなったんですかその時は山中家父が「はい、いやそれはここぐらいは出,させ出してあげるよ」っていう感じであそうですか学費をはい、はい、言ってくれたので、はい、ギリギリ,ギリギリ行けましたここ <laughs> ギリギリ卒業できてよかったですね <laughs>、はい あ、卒業までに他に何か思い出ありますかバレーボールの合宿費用、はい、その時もなんかお金なかったんか、僕はバレーボールの合宿費用を出せないから行きませんって言ったら、その時のバレーの仙人じゃないけど、副担当みたいな人がバレーボール合宿費を出してくれたんですよ、僕の。え なんか人に恵まれてるな、ほんと。多分ありがとうも何も言ってないかもしれないし、出世したら返してねって言われてますけれども、まだ出世してないんで、返してない。まだ出世してないですね、アズリーさんね。まだ出世してないですね。<laughs> はいはいはい。大人にはなってますけどね。出世するって難しくないですか <laughs> 難しい難しいですよね。はい。 い。そのもうう時、うう時初めて彼女ができた、はいあもうそ。それ大事じゃないですか、もう言ってくださいよ、それちゃんと。はい、は彼女ができたの。どれぐらい付き合ってたんですか ?1 年半ぐらいですかね、公認の時から。はい。放算終わって、ちょっとしてから別れた感じだけど。ああ、はい。で野球部やってる間ですね。 その時は野球部やって、ちょっとやめたぐらいですね。あやめたぐらいですかああ、うん、ちなみに野球部に入ったら坊主だったりしたんですか坊主にしました。ああ、そうですか。えー、その時の友達に沿ってもらいましたね。うん、五輪ですか五輪狩りですかうん。行きましたね。<laughs> そこまでしなくていいと思うんですけど、僕は。 いや別にそこまで坊主にしなくてもいいとこだったっけな。ですよね。1センチとかでいいんですよね。ああいうところってね。はい、5人だともう、坊主の、坊主の、あの、<laughs> 修行僧、修行僧、若い修行僧の集まりだと思われますよ <laughs> <laughs> いや。そういう高校から来たのかなっていう、創価高校から来たのかなとか思われますよね。でも、坊主、坊主が一番いい。<laughs> オッケいや、<の>下がりだし<あ>。<laughs> で、坊主時代に彼女ができたんですか坊主から、ちょっと経ってから。あ、ちょっと待って。<あ>はい、また茶髪ですかいや、もう茶髪とかししなかったですね。言われるからあ<ー>。あ <laughs> そう。高校の先生に言われるから。高2の時彼女できたけど、 家の近くの牢屋敷。初体験はなんか牢屋敷みたいなとこで、家の違うボロ屋敷、誰も使ってないの、愛嬌。はいはい、で今でも最悪な思い出ですね。最悪相,手相手からしたら<あ>最悪。相手が良くない相あ。相手が最悪の思い出。相手からしたら、はい、いい思い出じゃないだろうなという、はい。はい <え> <laughs> アスリーさんとしてはいい思い出なんですかそれいや、うん、記憶に残るからいい思い出ではあるかもしれない。記憶に残る。<laughs> ただ、<laughs> もう廃棄はいいから、そこまでわざわざ家から布団持って行って、はい、やっぱ下ダニだらけなんで、はい。その時の彼女もやっぱ、布団もダニだらけだと思いますけどね。はい そこの、そこですると <laughs>、なんか、かぶれるから嫌やわって言ってましたよ。もうだ、かぶれ、すごいかぶれだそうで、ね。はい、あ。え、なんで自分の部屋でしなかったんですかえ、だって。え声、普通に聞こえる、聞こえる。聞こえるとこ和室。もう絶対聞こえるとこ。いや、音楽をえ、え音楽をガンガンかけとおけいいじゃん。 それでも開けてくるもん、うちの。鍵つけましょう。鍵つけれるわしやからこうあ開けるい。いや、和室でも鍵つけれるんですって。<laughs> はい。あまあ。蝶津貝まあまあ。<laughs> もうっきまあドアドアで使う、調子がを、<laughs> 一個は壁側にちゃんと固定して、もう一個をガタンって下ろすことによって、ドアが開かない。<laughs> そういうことやれば和室,、うん、和室でも大丈夫なんですよ。はい。鍵かけましょうよ。でも、そうですね。まあ、来世では来世でわか,か来世って、もう来世の話はしたくない、僕。来世信じてないんで。はい、まあ そうでこの年だったら家自体に鍵かけれるじゃないですか。<laughs> まあ、子供ができたらね、子供はちゃんと鍵,鍵付きの家を、ね、つけ作ってあげたらねいね。いや、鍵付きでかつ大人が開けられるようにしていた方がいいですよ。はい、大,人は大人が開けられる、開けようと思えば開けられる。 何か持ってこないと開けられない。うん、だから、入らないでっていう印みたいなもんですよね。はい。うん、っ入ってこないでねっていう印として鍵をかけれる部屋を作ると。でも壁に入らないで、彼女と来て入らないでって、もし紙に貼ったら <laughs>、余計怪しいですよね <laughs>。いいかえ、何が悪いんですか何も悪くないじゃないですか。 もし壁鍵,鍵ならいいか壁にあら入らないでって紙に書いてはもし貼った、はい、それで大音量であのタイマない音楽を流してたらねノンストップミックスあの <laughs> DJ がこうノンストップでかけるじゃないですかあれを CD で出したりするじゃないですかああいうのをかけとけば音なりっぱなしですからねはい, <laughs> いやそうですね だから、まあ、彼女さんには、その時のね、はいまあ、あんまりいい思い出じゃなかっただろうなと思いながら、はい。<laughs> アズリーさんもその時に初めてだったんですかそうですね、お互い。両方初めてですかそうですね。大丈夫でした <laughs> 大丈夫でした、はい、まだ大丈夫でした。大丈夫でしたあの、ちゃんとコンドームつけました はいはい。あ,あ、で、だけどため、試しに、試しに外して、え四四月ぐらいは試しにやってみましたけれど。ダメですよそれそれ。ダメですよ。で、外したやつ、どうしたんですかろ、そこの屋敷の外にも、ぶわーってこ、おりました、ね。使った、使い終わって、いや、だから、一回外したってことは、またつけたんですよね。 またつけたやつって一回外したやつですかいやわ、もう忘れました。わかりました。わかりました。<laughs> あ、いいや。もういいや。もういいや。そんなバーなっ,ったらもういい。もう忘れました。ちょっとちょっと。っとっ言い忘れてることたくさんあるじゃないですか、アズさん。卒業の話までし上がって。<laughs> も<う>やばいね。この話やばいね。なんでですか本当に。この話。<laughs> <で>誰も得しないんじゃないか、まあまあまあ、いいでしょう。ロ<の>、まあ、屋敷式でとりあえず初体験をしたとして、その後の体験はどこでしたんですかラブホテルだったり、ああ。その時の自宅だったり、どこの自宅ですかその時住んでた泉さんのの。ああ、アズさんの自宅ってことですね。相手の自宅じゃなくて。 この話、全員がこれ得しないだろうな、これ、やばいな。なんか、なんか、罰金とかついちゃいますえ罰金えいや、ばれたら罰金とかになっちゃいます。お前100万払えとか。まあ、それはないと思う。いや、いいじゃないです減る <laughs> もんじゃないじゃないですか。減るもんがないじゃないですか。減るもんが。<laughs> いや、僕はいいんですけど、<laughs> みんなこれ大丈夫かな、これ、誰も得しない。 やばい話ですね。その悪口を言ってるんじゃなくて、<laughs> アズディさんのやったことを言ってるわけですよね。そう。うだったらいいんじゃないですか。そうですね。そうです,、ね、<の>すね。だから。からご自身の家の部屋でもやったんですよね。そうですね。この義理のご兄弟とかにもバレなかったですか。まあ、バレてたでしょうね。うん あれ出たかやっぱり、うん、声が出ちゃってはありますからね。音楽かけなかったんですか忘れてかけてたとは思うんですけど、<ー>声出ちゃってはったから、何の話やねんってね、もう本当、<laughs> 申し訳ない大事な。大事な話ですよ、こういうのは、その彼女さんのためにも。 そうですね。でも、うん、でも、よう喧嘩してましたね。彼女と。はい。すぐ別れるって僕が言うタイプで。あーらー、それよくないな。うんうん。あんまり、あんまり、そうですね。まあ、精神不安定、お互い不安定だったと思います。相手もこっちも、うん。あ、そうですか。相手もですか。うん。 えー、どんなところが好きだったですか、その方の。いや、わかんないですね。えなんで好きだったんだろう。向こうからですかいや、お互い。お互いって感じですかうん。向こうはなんか、うん、アズリーさんのここが好きとかおっしゃってましたうん、初めて映画見に行ったとき。 僕が泣いてたから。はい、ああ、なるほどね。情緒が、情緒あふれる人だと。今、会いに行きます。覚えてます。主題歌、オレンジレンジハンドル。はいはいはい。中村獅童さんと竹内優子さん。はい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 。あののち後の々夫婦になった。はい、は,いはいはい。はいはい。あの映画を見に行った記憶が、でも4人で見に行った、僕の友達と、あはい、ダブルデートみたいな感じで。 懐かしい懐かしい思い出ですねって今 <laughs> 思,い思い出してますけどそれいいですよ<ー>そういう時間なんですから今,今の時間 <laughs> 懐かしいな知ってます今会いに行きます <laughs> え映画見たことはないですけど <laughs> タイトルは知ってます、はいうん、クレンジンレンジの花がすごい良かったですね、まあ、その辺 がよかったんでしょうね。いやー、うん。ちゃんと思っててること口に出してくださいよよ頼みますよ <laughs> いやー、ちょっと変な、変な、変な。あ今、どうしてるんでしょうねっていう感じで。ああ、なるほど、ほどうん。はい。ど。うん。お父さんお優しかったですね。 ああそ,こその時にはもうもも元お父さんになってるのか元山中家、義、ま、理、あの父、義理の父。けどもうその頃には離婚してたんですから、元お父さんですよね。いつの間にか離婚してたから、いつやのな、僕どいつなんだろう、高三多分、高三の終わりか、高三の間か、高三 高校卒業して一年目ぐらいかな。いつの間にか離婚してましたね。はい。でじゃあまだその頃はお父さんだったんですね。多分、うん。そんな中でお母さん<分>自己破産。自己破産って。な何何で自己破産になるんですか。そんなお父さんと一緒に住んでて。花屋さんをやって。花屋さんはいはい。 花屋さんをやってお金使いすぎて自己破産みたいな。ああ、自営業としてされてたんですね。はいはい。なるほど。女性でね、花屋さんやりたいっていう方多いですけどね。はいはい。立地とかいろいろ考えてやらなきゃいけないですもんね。あと結構、あの、細かな作業多いですもんね。この動画、うちの母が見た,見たそうで。 ご存知でしたかそれを。<laughs> はい。なんか、文句言ってましたけど。文句どんなことどんなことを,ことをあ、じゃあ、訂正、訂正箇所があるからコメントしたって言ってた。あ、はい。あの、10以上のコメントが来ました。はい。僕、全部にいいねしましたけど。はい。はい。全部にいいねとハートマークつけときました。 コメントきましたうち,のうちの母親だったの可能性があります、はいあ。それは分かってました。分かってましたけど、あの私はチャンネル運営者としてあの誠実な対応をしなければならないなと思って、まあその、かといって余計なことも言うのはそれはよろしくないので、まあ、最小限の,あの返信をしました。ほんまに。 まあいやここはそうですね。ここ,こは、ここは、まあ、まだ僕のうつ状態の時期だったんで。ああ、そっかそっか。うん。オムライスをね、まあ、結構僕、2箱ぐらい作ってもらってたんですよ。はい、だって弁当ぐらい。はい、早弁する用と昼食う用。それ食うやつが多いんですよ。 オ、はい、ムライスと、それが今でもむかつく思い出ですね、オムライス。ラッツ、母が作ってくれるんですけど、レシピ、レシピ考えるの、ほぼ週3回読んでオムライスだったんですよ。レシピ、まあ、考える手間が省けるからいいわ言ってましたけれども、はい、それを食う同級生にはちょっといなつきましたね。はい オムライスが美味しかったんですね。そうですね、はい。横食いしてくるってことですよね。うん。箸を出してくると。っ、はい、いうか、僕がいないときにいつの間にか食べられてるっていう。なんか <laughs> それがちょっともう。う窃,窃盗じゃないですか、窃盗。泥棒じゃないですか。はい、泥棒ですよね。はい、窃盗罪ですよ、そんなの。何か他に悪いこととかしてなかったですか 多くですかタバコ吸ったりとか学校の中でタバコはちょっと中学校で3日吸っても僕ぜだしああそっかやめましたし高校ではいやでも小学校の時は、ま、万引きしてましたよあそうですかはいそれあれそう言,言いましたっけ聞いてないかもしれないですね 入りの兄に,に万引きしてこいって言われて、言われてや,やってたみたいな。戻、まあ、されて多。多分聞いてないですよ、ね。でも、泉屋でバレて。泉屋屋っていうスーパー。スーパーを、関西にあるスーパーで。もしかして全部カタカナなのカタカナ、はい。はいはいはい、そういう宮崎に。関西には。 関西には泉谷と大桑っていうのがあるんですけど。そっから辞めましたけど。いや、でも、高校とか別に悪いこと、はいはい、特にしてないですね。殴り合いの喧嘩とか。喧嘩なんか、でも、高一、高二ぐらいはなんか遊びの殴り合いの喧嘩。それは喧嘩じゃないですね。はい。じゃれ、じゃれなみなん暴力でのじゃれ合いでしょ。<び> なんか、遊びで、遊びの殴り合いとか、遊びの腕相撲。あいはい。そんなのあの、あれですよ。あのお、ライオン同士、ライオンの子供同士が、あれ、頭ぶつけ合ってるのとあんまり変わらないです。じゃれ合ってるだけです。暴力で。じゃれ合ってるのを見てみんな、おおおーってなんか盛り上がる。はい、わかります。です <laughs> いいっすね。いやでも、<の>でもなんか、特に、 に思いい出がないですね <laughs> そうですかまあうつ状態でしたしね <laughs> はい、あ、部活やったり彼女できたり結構良かったじゃないですか、ね、そううつ状態だから何かを変えたくてね何か自分変えたかったりはいはい、はい、すごいいいことじゃないですかうん自分を今のままじゃよくないっていうのを常に思いながらだってね 俺はうつだからもう何をしてもしょうがないんだみたいな人もいるでしょうからね。うん。それと比べたら全然あずいさんすごいじゃないですか。中、中高と。うん。停滞期。<laughs> うん。え、ということは高校を卒業したらはじけるわけですかはじける。まあ家、家を出てから。あ、卒業弾<き>高校卒業と,とともに家を出るんですか ?1 年。 1年仕事してから家を出るって感じですかね。あ、そうですか。わかりました。じゃあそちらはまた次回伺いたいと思います。どうしますかあ、まあそれは後で話しましょうか。はい。ということで、あずじさんの高校生時代のお話を伺いました。うん、はい。言い残すことありますか高校時代。はい。高校時代。はい。<laughs> はい あちなみに制服はどんな制服でしたか学ランよくある。ブレザーいや、学ラン。学ランでしたね。ブレザーじゃないですね。学ラ<乱>ン。学ランでしたね。はい。言い残すことは、山中家には感謝してるということですね。あのあ<ー>卒業させてもらって。 えー、育ててもらったのは、まあ、直接言えないので、この動画でちょっと残させていただきたいなと。はい、い,つかいつか会って、はいえー、いつかね、会わしていきたいなと思うんですけれども、うん、ちょっと動画でも言わせていただきたいなと。はい。動画で、あの、<laughs> 予言というか。はい、はい。はいよよ。予告、予告ですね、予告。 うちの母は山中家にすごい迷惑かけてあの母、すごい嫌がってるかもしれないけど山中家は<ー> <laughs> 僕は,その辺は、ね、僕はさ差し込める話じゃないんでね。僕は感謝して育ててもらってありがとうございますということぐらいですねはい。はい、わ、はい、かりました。<laughs> いや、いいお話が聞きました。牢屋敷以外はいい話だと思います。はい、牢屋敷 <laughs> 牢屋敷以外は全部いい話だと思います。はい。<laughs> 欲も悪くも全部いい話。けど、牢屋敷だけは僕は納得できないですね。ね <laughs> 女の子をそんなふうに扱うなんてとんでもない。はい。それと、ばれてもいいから家でやるべきだ。はい。安住さん、気をつけてください。いやそ、そっから3、4人はそんな感じです。扱い方。マジっすかうひどい。うん、ひどい。ひどい。ひどい男だ。 これからもひどい男伝説は続くですね <laughs> で。今、その彼女とは、だから高校卒業までってことはあと2、3人いるわけですよ。ひどい,、はいはい。ひどいあ。そのひどい話も聞きますからも。はい、<laughs> ありがとうございました。すま <laughs> 今日はありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> まあはい、バイバイ。バイバ